避難の毎日丸山です。今日この声明を出すまでに具体的にお話をされたり、このようなご指定力に他の指定力についてまとめようということについてお話をされている候補者はいますか？いや、まだそういった方は具体的にはおりません。これからそういった動きをつけていかなくてはいけないという認識でおります。すみません、続きますが、これはつまり反保守勢力の候補者を一本化したいというお考えということでよろしいでしょうか？一本化に至るかどうかはともかくとして、今乱立傾向にあるという認識は市民を含め、また報道各位を含めあることだと思います。この傾向をですね、市民が投票しやすい環境にしていく、その中で候補者が絞られるということはあってよろしいことではないかと、あり得るべきことではないかと私は考えています。関連してなんですけども、今、小西さん、市政刷新を掲げて立候補されて、今後、陣営を回るというふうに想定されているのは、同じように市政刷新を掲げて、もしくは内閣同様主張されている、ご陣営というふうに考えてよろしいですか？はい、そのように考えていただいて結構です。はい、じゃあ、後ろの方。シアマニー新聞の小泉さんと答えにくい質問かもしれないんですが、こういうふうに趣旨に賛同して、また両面婚活になるか分からないとおっしゃってたんですが、ご自身もその、立候補されているわけですが、可能性としては、ご自身がその立候補を取りやめられるという可能性もありますか？その可能性というのは、ないくはないですよね。しかし私は今そういったことは考えていません。今後の話し合いの結果としてそういうことになることは排除しませんけれども、今のところはそういったことは考えていない。なぜかといえば、まだ政策がね、全く見えてきてないんですよね。で、私は元できるだろうということで、シーズンパークということで掲げて、きちんとブログにも貼ってありますし、皆様にもお配りさせていただきました。こういった政策で長野市を今後リーダーシップを取っていくんだという決意で皆様にきちんとお示ししているんですが、必ずしもどなたもそういうことをやってらっしゃらないですよね。ですから、厳密にはですね、誰がじゃあ法をつけるのっていうのは、私ども立候補予定者としてもわからないし、もっとわからないのは有権者の方々だという現状だと思うんですよね。だからこれをまず分かるようにしていかなくてはいけない。少なくとも私どもで間で、あ、じゃあこいつはこういう考えなんだということをお互いに共通認識を持った上で、じゃあ誰が一本化なのかどうか分かんないけど、分からないけれども、じゃあお前に乗るよとか、そういった動きが出てくるのはそれからじゃないかと思って、お答えになってますでしょうか？すみません。一本化なんかにこだわるんじゃなくて、それこそ、小泉さんを含めて、ご陣営を、の政策を共にこう、話し合って、協力できる道を模索するっていうような、認識です。そうですね。まずそこから始めまして、その先には、当然のこととして、乱立傾向にあるという、分かりにくい選挙になってますから、これを分かりやすい選挙にする。その結果として候補が絞られるということは望ましい形ではあると私は考えています。ただそれが私がおりますということは今は意味しないということで申し上げています。そうですね、論戦という言葉が適当かどうかともかくとして、有権者の方から見て、必ずしも分かりやすい候補者選び、まだ離婚しない候補者という言葉
適当じゃないですが、分かりやすい選択の道がですね、有権者の前に開かれているということではないんだろうなと思います。だからそれを、この作業を通じてですね、有権者に情報が提供できるんであれば、それは妨害の喜びであるんですよね。それが もちろん望ましいことですから、そういった効果もあるんであれば、より良いことだと思います。一方でですね、そういう各政候補者さんの政策がまだ見えてきていないという中で、一本化とかこういうふうにまとめていこうという動きは、その逆に言うとちょっと、なんでこの時期にっていうようなことで分かりづらい面もあるかと思うんですが、そういう指摘みたいな質問をお答えになりますか。タイミングという問題であるとすれば、この時期で逆に何か不自然なのかなということはあると思うんですね。今日は加藤さんがですね、加藤会頭さんなんですよね、また、が正式に立候補を表明したと聞いておりますけれども、それに対して、それに対抗していくんだという気概を持っている方はですね、一種危機感、このままで本当に勝てるんだろうかという、そういった気持ちを抱かなければ嘘だと思うんですね。私は危機感を抱いてますし、このままで本当に市民本位の政治が市長選挙の結果として実現するのか、先送りしてこれはやりやすくなりますねという問題ではないと思うんですよ。もう今始めないといけないと思います。まさにいつやるんですか、今でしょう。他にはございますか。はい、お願いします。すみません、先ほどこれから、各陣営に回られるということだったんですが、具体的な日程だとかそういうふうなところはもう決まっていられるか。いや、この後出たらその足で回ろうと思いますけれども、今日中に回るだけ回っちゃおう。ご本人いらっしゃるかどうかわからないし、事務所からだったらしょうがないですね。そういうのは除いて回る限りは回りたいということです。他には今声明で申し上げたことに尽きると思うんですね。非常に、政治省という言葉を使いましたけれども、民主主義を装いながらその実質は本当に民主的なのかなという点が僕は非常に疑問ですね。というのは加藤さんは改造を続けるとおっしゃってましたよね。それをいきなり投げ出すっていうのが、なんでそれが民主主義なのかわからないし、それを皆さんが寄せたかって支持するっていうのもわからないし、それ非常に不思議な現象ですよね。説明できないですよね、普通としては。で、しかもその各団体が、加藤さんのもとにこれでもかってくらい押し寄せて、出てくれ出てくれ、その団体は本当に 100% その構成員がね、支持しているのかどうかっていうことになりますよね。そのトップの一握りの方たちだけが決めているっていうことがあるんだとすれば、まさに政治ショーであり演出が行われているということに他ならない。私は考えます。今回の加藤さんの一連の言動、私は筋が通ったものだとは見ていません。お友達と言ってはいけないですけども、鷲沢さんの周辺でじゃあ誰が出るんですかという交渉の末に加藤さんに落ち着いたということですよね。それが市民全体を考えてのことであるのか、それともこの中で誰かじゃ出ろやと、そ
そういう性格のものである。僕は市民を本当に見据えての加藤さんの出馬表明なのかなと疑問に思いまして、このような声明を出し、また連携していく必要があると皆様に伝えていく決意を固めたということであります。よろしいでしょうか。朝日新聞と言いますが、もしもこれこの後回られるということなんですが、賛同を全てですからですね、もう皆さんから得られなかったらどういうことになるんですか。いや、それもどういうことになるかというと、このままいけば加藤さんも含めて乱立のままの選挙になるんじゃないんですか。それは神ならぬ身でありますので、この先どうなるかは分かりませんけれども、このまま行けばそうですよね。すみません、つまんない答え。はい、お願いします。先ほど加藤氏が出馬を表明した会見の中でですね、明確に自分は鷲沢氏の選挙ではないという表現をされていましたが、小泉さんとすれば、ここに書いてあるように OK だというふうに前提にして考えていらっしゃるということでしょうか。ちょっとそれをお聞かせ願いますか。後継というか、仲間だって鷲沢さんも言ってますよね。で、鷲沢さんの後援会の会長さんでもあられましたし、後援会の会長さんが鷲沢さんと考えが違っていたら、そもそも後援会の会長さんやらないと思うんですよね。考えが一致してるから後援会長になってたということだと思うんです。つまり後継と私は見ますし、市民の皆さんもそう見ていると私は考えます。じゃあ、そうすると、加藤さんでは市政刷新はできないというふうに考えているということです。そうですね、政策はまだ示されていないんですけれども、ただ、お年ですしね、70歳ですから、それを言うのはフェアじゃないのかもしれないけれども、新しい発想による新しいリーダーシップっていうのは、どうでしょう、市民の皆さんは期待できると思っていらっしゃるでしょうか。他には、どうでしょう。はい、それではどうも。今日もありがとうございました。